あの3階以外は全部ガールズバー。あ、そうか。ガールズバーあるんだね。ここも結構ね、この辺とかのね、ガールズバーのね、人がいたりとか。なんかあったから来たの。多分ね、どこ行くんやろ。あ、僕、今日は違うんですよ。あ、マジか。あのな、モデルになってほしいよ。モデルになって、書いたりサンプルにしてよな。あー、なるほど。あ、これでさ、やっぱりさ、人生相談とかね。あの、おっちゃんがおるだろう。おっちゃんと俺もおっちゃんかもしれないけど、はい、ギターのおっちゃんと、絵だろ、はい、あと、人生相談から何があったの。あ、面白い。今日、後半戦でやっとったんだけど、やっぱりなんかこうね、この辺はね、ガールズバー多いですね。めちゃめちゃ多いですね。ガールズバー多いよ、ほんとね。みんなキャッチのね、女の子が立つもんね、いろんなところで。めちゃめちゃ多いですね。うん、なんかその、前、うん、話しかけてきた人が、うん、名古屋から来てる人で、うん、ガールズバー多すぎやろ、みたいな。そんな多いのかな。ね、この向こうにはないんかな、でも。あ、あります。系列店が、もう。自由があるってことですよね、でも。岡山政令指定都市、うん、やっぱキャバクラとか、うん、そういう接待とかやっぱ、うん、普通の地域よりかはちょっと難しいのかなと、はい、接客業、接待とか、だから駅前にあの辺とかね、あ、まあ、あっちにはね、キャバクラ作ったらあかんというような、あ、だからあるのもあるんですよね、もう六本木とかそういう昔からある、うん、そうね、新鮮いうか、そうぐらいなのかな、あれですね、あの上に大きいゴリラが、うん、ゴリラね、ゴリラが、はい、ゴリラが森の中にいますね。あれですか、はい、ハンバーガーの、ハンバーガーの方ね、ラコスバーガーいうのがここにあるので、今閉まってますけど、あ、ごめん、スピちゃん、こっちハンバーガーや、はい、うん、僕あのハングオーバーってのハンバーガーって見えてあ、なるほどね、二日酔いって意味で、そうだよね、ハンバーガーとハングオーバーかけたわけだけど、はい、で、このビルにもまあ、うん、あげないですけど、うん、ガールズバーがあるんですね、あ、そうなんですね、あのカジュアルバー、そうですね、はい、まあ、ガールズバー、ボーイズバー、うん、みたいなね、飲みつけ横丁、そうですね、いろいろあるんですね、いろいろありますね、このビルとその向こうは ね今もキャッチしてますけど、うん、ね、あの十、まあ、そっちのここの十字路とこっち側の、うん、そうですね、結構ね、この辺とかのね、ガールズバーのね人がいたりとか、そうですよ、立ってたりとかね、するんで、でもたまにあのここの地域パトロールみたいなあの赤い服着たおっちゃんが、はいはいはい、ちょっと来るときはさー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 とどっか行くんですよ。あ、なるほどね、やっぱなんかあるね、そういうね、やっていい場所と、あのすごいね、巧妙な手口というかね、うん、キャッチってよりかは、うん、ただその看板を持ってるっていうような、なんか分かります？なんか、なるほど、はい、そうですね、喋、まあ、ったらなんかあかんみたいなとか、あ、そういうのキャッチじゃないですか、完全にね、うん、そういうのがあるんだ、そうなんだ、ここがあるのがあるんだね、うん、ここも、うん、そうなんだ、ほんまや、ほんまや、めっちゃあるやん、いろいろあるんだ、実はね、あ、ここもそうだ、おい、ほんまだ、ここもそうだ、ガールズバー、アイリス、昔からいますよね。ね。うん。どうなんでしょうね。当たるんですかね。まあいろんな人見てきたからやっぱ、まあね、傾向っていうか、こうって、うん、携帯。あの3階以外は全部ガールズバー。ああ、そういう感じになったんですね。うん。なるほど。上見上げんでわからんこともあるんですね。そうやな。ガールズバーいかがですか。やめようもうこれはあんまり。おお、どっかいいとこあった。いや、ないです、ガールズバーしかないですね。
ガールズバー行ってた。行ってはないですけど、ガールズバーの数を数えてました。山ほどある。あります。こちらどこ行くんですか。あ、ここ町の屋ですか。ビール、ビール。あ、ビールですか。町の屋は朝だよ。揉め事とかそういうのを見てもらうのかな。結構いい活動ですね。うん、なんかあるの。あ、あったから来たの。そうだよね。通報されたという。そう、スケボーとかやってる人見てて、うん、夜とか。あ、この辺ね。だから他の通りよりかは、うん、結構ね、真っ暗で、うん、治安がね。あ、なるほどね。ちょっと行けると遮られちゃう、うん、ね。そう。前向きに。どこ行くんやろ。なんかあれそうなの。これは。あれね。でもこのコーンはあんまりなかったよ、なかったな。見たことなかった。すごっ、大発見。怖いな。大丈夫大丈夫。うん。やっべえなこれ。やっべえなこれ。やっべえな。かっこいいですね。めっちゃかっこいいですね。なんか音が聞こえるから寄ってきた。さっき向こうの辺いました。ぐるぐる回った。ああ、そうなんだ。気をつけてください。なんかおまわりがめっちゃおろした。まあね、大体こういうの悪いだろう思うけど、うん、こういう人たちがすごいいい人。そう、なんかね、うん、やっぱみんな車が好きなんですよね。うん、うん、そう。はい、というわけでね、はい、今回も終わりました。お待ちぶらね。やっぱりね、うん、ガールズバーめちゃめちゃ多いですね。確かに。まあその理由っていうのももうね、この岡山が政令指定都市ということで、その風営法に関してはかなりね、はい、厳しいんで、うん、そうですね、だからみんな厳しいんで遊び場がないんでね、みんなそれぞれ自分で遊び場作らないといけない状態なんですよね。だからさっきみたいにね、あの、うん、車のね、行ったりとか、うん、見たりね、はい、激しいですね、この、うん、いい感じですね、遊び方がこのね、確かに、もう、じゃないですけどね。もう酒かとかいう話っすよ、うん、もう遊ぶ、うん、遊ぶとこないんで。そうだね、みんな自分で作ってる感じなんですね。うん、はい、そうですね、まあ、またね、うん、岡山にね、興味ある人とか、岡山が全く興味ない人も、うん、ぜひちょっと一回来てください、ね、岡山にね、来てください、まあ、岡山住んでる人もぜひね。そうだね、街に出てみて。なんか面白いやついるんで、うん、ね、いろいろちょっと街に賑んでますからね、はい、というわけで、はい、でここもガールズバーやん。そうね、こっちもこっちもでしょ、ね、あ、多いな、これこっち側もほらね、うん、ガールズバーやね、ありますね、ある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 、ね、立ち続けに。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。